の面白メソッド紹介、ルビーの面白メソッドジップ編、どんどんパフパフ。ジップ今日はルビーのジップメソッドについて話をする。何かを圧縮するメソッドですか？確かに何も知らないと圧縮かなと思うよな。でもジップメソッドは配列についているメソッドだな。ルビーの配列ってすごいいっぱいメソッドありますよね。それがルビーのいいところだよな。標準のメソッドに面白いメソッドが多いから、使いこなしている人はとても短いコードが書ける。短いと読みやすいし理解もしやすいからいいですよね。ではジップメソッドの説明をしよう。ジップメソッドは配列のリストを引数に取り、配列のリストを返す。この時に面白いのが、各配列の要素の順序ごとの配列を返すんだ。各配列の1つ目の値の配列、2つ目の値の配列というように。これ分かりにくくないです？そうだな、まあ原理としては行と列を入れ替えているのに近いんだ。なるほど。いやでもやっぱり使いどころが分かりません。使いどころとしては、2つの同じ長さの配列を1つずつ順番に処理したい時などがあるな。例えば数値の配列が2つあったとして、各位置の合計を求めたい時などに利用する。すごい。ただ使いどころあるかな。まあめったにないな。私は昔アットコーダーを Ruby でやっていたことがあるんだが、その時はかなり利用した。ただそれ以外で利用するケースはとても稀だ。ちなみに今のものを JavaScript で実装したらどうなりますか？そうだな、こんな感じかな。なるほど、インデックスの i の処理がある分確かに少し複雑かもしれません。実はこの少しの違いがプログラミングを楽しくさせるものだったりするんだ。 Ruby はやっぱりプログラミングしていて楽しいのがいいんだよな。そうですね、各言語にいいところがあってとても勉強になります。さて来週のレイ先生は？レイです。ヤッスンにコードの書き方を教えたら、また次の日も同じことを聞かれました。教えるときは根気よく教えることが大切です。さて次回は、ヤッスン大地に立つ、ヤッスン売るよ、俺がヤッスンだの3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。うふふふふふ。